地面を掘り出したりして。そういうのは波打ち際ですよ。お腹いっぱい吸い込むといいものですね。都内より安いですけど、買い物するときとか大きい町に出かけないといけないですよ。こういうところってたまに来るからいいかもしれませんね。なくなっちゃいますから。何ですか？はい先生、バナナはおやつに入るんですか？あれこれ考えるのって楽しかったような。あ、いけないんだ。あ、私疑問に思ったんですけど、どうして海って焼きそばとかトウモロコシ、ラーメンが定番なんですか？嫌いじゃないんですけど、どうしてそれしかないのかなって小さい時から思ってたんですよ。私、海見ながらラーメンするのってやだな。
のお弁当を作ってきました。あ、やっぱりラーメンがいいですか？あんまり美味しくないと思うんですけど。
そんなデザイン良くないし。そうでしょうか。私、普通の服似合わない体つきだから。それに服買うお金全部コスプレの生地に使っちゃうものでろくな服がないんです。そうですね、のんびり体焼いてる人が多いです。一緒に乗ってみませんか。そうですか、やってみなくちゃ分かりませんよ。じゃあ後ろの方に乗ってみてください。詰めますね。残念。やっぱり今度奮発してシャチの浮き袋を買おうかしら。はい、あとさらに大きいクジラもあります。クジラなら4人ぐらい乗れそうですよ。2人で乗りたかったな。お弁当食べたばっかりじゃないですか。食べたエネルギーどこに行ってるのかしら。家のおばさん、さっき冷蔵庫に入れてましたよ。はい、それくらいなら入りそうですから。花火とスイカとかき氷は夏の定番です。教育番組ですね。私も小さい時何回か見たことあるな。
種なしスイカにしてみようかな。いいんです、今日は種なしスイカで。もうそれを言わないでください。ずっと海に浸かりっぱなしでしたね。そうですね、私こんなに朝から夕方まで海にいたの久々。もうちょっといましょうか。暮れちゃいましたね。こういう楽しい時ってすぐ終わっちゃいますね。なんだか寂しくて切なくて。そうですよね、絶対また海に来ましょうね。楽しみだな。ありがとうございます。でも私自転車だし、今日は潮風を感じながら帰りたい気分ですから。それに家近いし。こんなに海に来てよかったって感じたの久々です。いつも海って見慣れてたし、泳ぐほどでもないっていつも感じてたのに。ありがとうございました。きっと忘れられない思い出になると思います。あ、はい。おやすみなさい。